始まりました、チロルズ。何やろ、バボ2。あ、そう、バボ2よ。バボリング2ね、白米に勝ち取ったよ、予選からよ。けどねなのに、チロ何、チロ何、これっすか、うん、1かな、1かな。レフト、ヒロキ。ライト、西畑さん。 OK、1です。レフトバック、ナナホ。ライトバック、アスミです。ナイスキー。あ、ボブ2は1か、ボブ1か、ボブ2。え、まだボブ2だった。ボブ2は、今、白米に買ったところ。なんでそこに白米が出てたの。ボブ2は、でも抜いたよ。あ、ボル。おー、ナイスキー。見てるね、いいな。調子いいですね。いいなって呼んでいいと。でも絶対響かんもんね。響かん。あっちじゃないと行こうぜ。あっちじゃないと行こうぜ。しかも金こっちやけ、帰ってくるし。あっちに行かんね。あっちじゃ響かんし。いや、知らん。村ちゃんも響く。いや、あれね、誰でも響くね。ナイスナイス。あーかかともに響かんね。教えやすい。かかとーって言う。村ちゃんって言ったら、ちゃんちゃんちゃん。いや、かかとーって言ったら、かかとー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 。誰でもない。ナイス。右が弾けとる笑顔が。右だな、笑顔が弾けとる。はっちゃけております。見た見た見た。シュウリみたいな。ヤングクックでも言わなかった。ヤングは追い込まれちゃった。ガチガチ。競争やるね。おいナイスキュー。わーお、ヒロキさん最高。コウがうましかて。サイ&コウ。うましかて。負けた。どこでやった。もぎもぎ。あ、もぎもぎ。それはもうね、もぎもぎ。すごかった、見よったけど。いや、結構話せる。13点ぐらいしか取れなかった。今日のあっちは結構。え、これ相手誰やろう。え、なんかよく見る顔です。え、あの、おねむぎってとこ。違う、知らん知らん知らん。なんか名前だけはね、聞くけど、うち当たったことない。あ、でもおねむぎってとこ強いですよね。強い。こそういけ。ナイスキー。もう、なんかね、今日のひろきは、なんか誰も取れない感じする。試合の日、覚醒しますよね。覚醒するね。おい。ヒロキさん特有のこれが強いコース。7対3でチェンコです。リードしてます。ヒロキさん試合しました。うん、まだシードあーシードを当ててしまった。4点差か、4点差まで切るけど。え、白米やったかな、もう試合。白米が勝ちました。勝った見たかった。白米と自分だけ。うん、いや、リンリン、リンと白米やったで、白米が勝って。見たかった。自分たち白米です。やばいやばい。どっちが良かったんやろ。自分的には白米が良かった。リンリンは当たったことあるか。リンリンはよう分からない。もうやったことない。1回戦、スグルさんと高田で1回戦でモギモギはちょっとさ、もったいなくない。もったいない。まあけど、いずれ当たるけんね。そうね。早かれ遅かれ。あ、入る。しっかりハモれてましたよ。しっかり、しっかり。歌声が入るけん嫌なの。何って思うやん。これ TWICE が歌いようやつ。うん。うわーやばい。映画の主題歌。先生クイズやん。うん。見に行った。わからんじゃん。死んだ。見たかった。
え？見たことないかも、この人。マジ？え、これ3よね。まだまだやん。何試合目ですか？5。初が5ってやばい。まだまだ。ここ当たると白米。今回みんなさ、1回目で強いところする。そうね。あずみうわすげえ、何でも当たった、今あー惜しい、あひるきエグかったやばい、何でも当たった、あすくにあってみんなが思ったよ、うん、今日リーダー調子よくない、うん、調子いい、なんか気持ちよくやってる、リーダー調子よくない、いいビデオになるということで。うわーやばい。上げる方も。上げる方もすごい。どっちもすごいね。もう一回。あーボールが。あーめっちゃ良かったね。ひろきさんも上手いね。上手いね。なんかいいだ入ってきますよ。ゾーン入ってきますよ。もうひろきが自由って感じ。いいだのゾーンが入ってきますよ。いい方向やろ。うん。いや分からん。楽しそう。いい方向なのか。これは気合いできますね、飯田戦にしたいということで14対6で、あ、チェンコです、勝ってます、絶好調ですね、非常に14対1、うん、え、ああ、小太郎さんですか、相手小太郎さんたちやる、うん、どうしたどうした、やったやった、あーラービュー、うっふー、久々聞いたそうです、笑って試合しとうと初めて思った、笑っとうよ笑っとうよ本当にナイスナイスアッチ、なんならね、ヤングカップからバカ強い、いや、ヤングね覚醒しました、あ、ウィッチ来てないけどね、ヒロキ来てなくない、わからん、うん、来てない、昨日もおらんかった、いつも土曜日バイトって言う気がする、あ、そうね、学童かな、ライトのイメージある、おー、見てた、ライトさん、ヒロキさんと言うの来たな、逆にすごくないですか、あれあれさ、取る側ってさ、難しくない、なんか分からんくない、うん、やめてほしい、うん、なんかさ、ミーチさ、みんなさ、必殺技が違くない、なんか、ね、人によって特徴があるよね、うん、これが必殺技って人が多い、わかるよ、うん、ナイジャッジこれは21位まで行くという予想で、ナイスサーブいい、うわー、やばいやばい、ナナホもリブ上げるしね、めっちゃディグ上げるやん、リブ、スパイクレシーブ、あーあーディグディグディグ、これはもう上げます、ナナホ普通に高校でめっちゃ上げてますから、すごいよね、リブラやろ、もともとセッターですよ、え、そうなん、はい、でもセッターが4人いて、ヒナ、ヒナ、ナナホ、あと2人いたんですよ、あ、そうなんだ、でもめっちゃ勝負して、勝負ってかなんかもう試されよって、ヒナがあれになってセッターになって、この2人がリベロ、レシーブ上がるから、リベロになって、めっちゃ上がるよね、もう1人スパイカーになりました、へ、
なうちあのレギュラー争いとかしたことないけそんな強豪にしかも4人も接待いるのに、うん、そこに1人入りましたもん、接待、なんでって、21対11で勝ちました、お疲れ様でした、次も頑張ってください。